ね、ケース可愛いんだけど。可愛いね。ね、ケースめっちゃ可愛い。え、めちゃめちゃ可愛いですね。うん、可愛いケースなかなかないよ。うん。似合うよ。抜き枕がいい感じって言われました。確かにいい感じ、うん、緑めっちゃ可愛い。今日、今日の格好が緑が可愛い。あ、靴緑じゃん。え、じゃあ緑が全く同じ色なんだ。おんちゃん緑にするの？これかわいい。いいね、それ。これいいよね。うん、丸いの？丸い。丸いんだよ。これがね、大きい。あ、これか。これの黒。これめっちゃいいね。これなんか。いいよね。ぴったりする。カラーもさ、かわいいじゃん。サングラス欲しいんじゃね、今私。はい。何と悩んでるの？それか、うん、それ持ってるじゃん。それ形でしょ。あ、形、あ、そう、色ね。それはかわいい。でもちなみにこれもかけてみて。ポイントになりすぎとか。ああ、いやいや、そんなことはない。別に意外と馴染んでる。かけてみると違う。いや、外で見たら分かんないけど、ここで見たら結構暗いよ。モテたい。モテたい？いいの？モテたい。モテたいって思って眼鏡 かけるわけ？はい。じゃあなんかそれじゃないんじゃない？こんにちは。それ可愛いよ。うん。モテる。モテるかどうか分かんない。注意して。丸いの持ってるっけ？黒は持ってない。いいと思う。結局結局シンプルな。カフェに来ました。スイートポテト、かわいいね。韓国に来たみたい。韓国だね、もう。いただきます。口がね、取り方絶対こうだよね。こうだよね。こうだよ。これ十分ちっちゃいじゃん。あ、そうそう、いい感じです。はい、全然変わります。これで下を向いていただいて大丈夫ですかね。はい、ください。ありがとうございます。はい、ノリで持ちといても大丈夫ですか。はい、はい、イエーイ、インターネット来たよ。買ってるやん。まなちゃんの買い物に付き合っただけなのに。まなちゃん買ってなくて。こうなるんですけど。いや、マジでいつものんちゃんなんか買わされてるよね。まなみがここ行きたいって言って、うん、一緒についていくのに結局私が買ってるっていう。あれなんで？しかもかぶってるっていうね、うん、もうすでに。だって今日の格好にマジでお似合い、あった方がいいぐらい。やった。今日の私服です。と車の修理に出してたので、これから車を取りに行ってきます。無事車を受け取りました。
これからお家に帰って、一旦帰って、夜ご飯をドラコイ女子メンバーで食べに行きたいと思います。ありがとうございます。寒かった今日本当に12度ぐらいだからちょっと寒かったんですけど、新しいワンピースが着たかったのでこういう感じなんですけど、寒いのでちょっと着替えたいと思います。寒いのでこんな感じで着替えて行ってきます。コートも新しい、全部新しいコートもめちゃめちゃお気に入りで最近買ったものです。パンツも新しいパンツ、寒いのでタートル、これはアルムディの新作なんですけどタートルを着て行ってきたいと思います。行ってきます。くらあ、いた映ってます。あ、サチかな。見えない、映ってるかな。映ってない。あ、映ってる。喋ったら4人で集まりました。はい、美味しい。カヌレのアイスクリームだ。あら、食べれる、みんな大好きよ。食べたことない。ね、見て、千葉と石川のセットだよ、私たちのセット。ほんまや、千葉の牡蠣。そうよ、千葉の牡蠣と石川のハーブだよ。ちょっとみんなちょっとクリスマスみたいな。確かに。かわいい。ご飯食べまーす。思った。クリスマス会。グラスをよくて、ね、うまく取れない。わかる。むずくない？こう集めた時かわいいよ。集めた時かわいい。せーの、せーで、乾杯。そうなの？完全にニューヨーク行ってんだ。ニューヨークじゃない。ニューヨーク。今の間違いってさ、天然？待って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 。バイバーイ。突然。バイバーイ。バイバーイ、またね。バイバーイ。バイバイ。はい、お家に帰ってきました。今日も一日友達たちに会ってすごく楽しい時間を過ごしてきました。こんな感じで今日の一日の Vlog は終了です。この後はお風呂に入って寝ます。ではおやすみなさい。バイバイ、また Vlog 更新するね。